さん、また出たよ。一体どこから湧いて出てるんだ。駐車場の方に向かってるみたい。あそこに何かあるんじゃないかな。確かに、早く行ってみよう。有脈石のかけらの反応あり。周囲を調べるんだ。かけらの反応だ。見逃すなよ。正門町の集団不眠症、そしてコウモリの群れ。何か感じる。何を？俺が以前話した神秘的な力のこと覚えてるか？その力がさらに強くなり、ついには奴が真の姿を現すだろう。そうだ、あんたたちの近くに強い数値が出てる。くれぐれも気をつけるんだよ。よく避けた。正面に敵がいるぞ。油断するな。
食いしばれ。災いの数は安全な範囲だ。ご苦労。やっ。やっ。よろしく。やっ。食いしばれ。無理やっ。やっ。食いしばれ。どうだ。やっ。ちゃりゃ。よろしく。100% の力を出せる。まだ上やがるのか。やっ、やろ。はっ、食いしばれ。どけ。
こんなもんか。やっ、危ないところだった。こんなもんか。やっ、おじさん、あそこ誰かいる。ここからだとよく見えないな。行ってみよう。メガネ、おい、大丈夫か。どうしたんですか。女、来るな。封印を破壊した。今度は何をしに来たんだ。え、どういう意味ですか。封印って一体。頭が痛い。ユモ、気をつけろ。あの子は自分の力をコントロールできる。爆弾心臓だ。やだ、ここは得意点の力に頼るしかないね。それであの子を止められるはずだ。え、得意点の力？どういう意味なんだ。とにかく全力で行けばいいのか。食いしばれ。倒れろ。こんなもん。食いしばれ。やったぜ。食いしばれ。こんなもんか。やらせ。食いしばれ。どけ。お願い。どけろ。やった。食いしばれ。よし、今のうちだ。こんなもんか。テラ入れよ。食いしばれ。ちゃんと。食いしばれ。どうだ。こんなもんか。やったぜ。食いしばれ。お願い。食いしばれ。まずい。無理せずに避けるな。まだまだ。やってやれよ。今なら100、いや 120% 力を出せる。今のうちだ。せや。ふっ、やろ。食いしばれ。邪魔だ。そうだ、今だ。どうしたらいいんですか。あの子に近づいたら二人の力を合わせるんだ。リオ、ジョーちゃんに武器を貸してやるんだ。了解、行くぞ。今なら100、いや 120% の力を出せる。 120%。 いつかばつかこの一撃にかける。多分な。どこにもあのメガネの姿が見えないかな。よかったって、今何か蹴飛ばしたような。どうした、見せてみろ。お、ゲゲ、まさかまたこのパターンなのか。被害者2号だな。店長さん、どう犯人扱いしないでください。
かな。なんでリオ王子さんみたいにこんなに小さくなっちゃったの？簡単なことさ。この子も混乱人で、リオと同じ守り神の系統だからさ。コウモリの守り神？人間界では長く見なかったが、なぜここに？何かの拍子にこっちに来たんだろ。それより連れて帰って話を聞いてみよう。わかりました、すぐ戻ります。た多分壊れてないよね。戦い後の一服たまらん。おや、黙って寝てたら可愛らしいじゃないか。さっき僕が蹴飛ばしちゃったせいで目が覚めないんじゃないよね。ユモの力で暴走は抑えられたはずなんだがな。いつ起きるんだ。守り神はそんなヤワじゃないよ。力の消耗が激しすぎたんだろう。よし、ペンダントに細工しよう。こうしてユモが元に戻れば、この子も人の姿に戻れるはずだ。やってみます。どうかな。おお、人の姿に戻ったぞ。頭がクラクラする。ここはどこだ。ここは正門町だよ。体調はどう？お前は誰だ？おい、俺たちは敵じゃない。まあ大抵の悪人はそう言うだろうけどな。お前さんは力が暴走し本来の姿に戻ってしまったんだ。力が暴走しただと？確かに力が不安定で俺の体の中で暴れ回り、俺は意識を失った。どうしてそうなったのか覚えているのかい？指示女大丈夫？ダメだ、思い出せない。でも一つだけ覚えている。誰かが俺を。あんたははめられたんだね。もう少し調査が必要だが、お前さんの意思でやったことではなさそうだな。まだ状況が把握できない。犯人を見つけるまで、悪いけどあんたの行動は監視させてもらうよ。このコンビニにいれば食べるものと住むところには困ることもないしね。しばらく我慢してもらうよ、若い吸血鬼さん。最初に言っておくが、コウモリが血を吸うなんて偏見だ。俺は生まれつき菜食主義者だ。食べ物と住むところに困らなければあとは別に。俺はバッヘ、よろしく。今思えば本当に面倒なことに巻き込まれちゃったよね。進学のことなんかで悩むことはあっても、平凡な高校生活を送るんだって思ってたのにな。おじさんやバッヘ、たくさんの人たちと出会って、それまで嫌がっていたことがいつの間にかどうでもよくなってた。災いを追い払って人を助けることができるってすごく楽しいんだよね。それで正門町で起こる異常事態を放っておけなくなったんだよね。
お腹いっぱい。これで補修も頑張れるよ。ユモ、連れてきてくれてありがとうね。まあ、お礼なんて。あ、もうこんな時間。お店に行かなくちゃ。え？今日はいつもより早くない？最近新入りが入ったんだけど、ヘマばっかりでね。早く行って手伝おうと思って。新人さんが入ったんだ。男の人？どんな感じ？かっこいい？うん、顔だけ見ればね。悪くないけど。うん、どうかしたの？彼は、まあ、まだ慣れてないからなんだろうけど、変わってるっていうか、天然なのかな。かなり大変なんだ。そうなんだ。ユモも苦労してるんだね。大変！補習に遅れちゃう。先に行くね。今度時間のある時、お店に遊びに行くね。その天然で残念なイケメンもチェックしなきゃね。もう、まったく。じゃあ僕も行くね。またね。もしもし、ユモか。お前さん。って、バッヘ、落ち着くんだ。なぜだ。どうしたの。バッヘ、とにかく早くメイの屋台に来てくれ。わかった、今行くから。おじさん、なんか疲れた声してたな。かけらの反応だ。見逃すなよ。何になさいます？おおきに。何になさいます？おおきに。何になさいます？
おおきに。何になさいます？おおきに。何になさいます？おおきに。近くにかけらがあるみたいだ。探してみるかい？近くにかけらがあるみたい。流脈石のかけらの反応あり。周囲を調べるんだ。流脈石のかけらの反応あり。周囲を調べるんだ。